朝浦区長朝浦区は大韓民国ソウル特別市観光北岸に歩く。公益大学校のある高大地区は美術、デザイン系学生が集まる学生街、繁華街であり、バーやクラブ、ライブハウス、ギャラリーなどが多く集まっている。他に、洋歌編などの繁華街がある。また、ソウルワールドカップ競技場があり、2002FIFA。 ワールドカップの開会式が開かれた。ワールドカップ競技場周辺や観光周辺は広大な緑地となっていることや丘陵地帯があることから、朝浦区の緑地面積は区全体の面積の50%近くまで占める。また、通称、ソンミサ山マウルと呼ばれる地区は、ソウルで住みたい場所ナンバーワンにたびたび選ばれマスメディアでもよく取り上げられている。 1962年12月に朝浦アパートが入居したが、1991年には建て替えにより撤去された。朝浦区はソウル市の中西部に位置する。南側に観光が流れている。また東側は丘陵地帯となっている。元来、朝浦一帯は観光による公易や観光の渡し場などで栄えてきた。行政区域図観光に係る井岡大橋。 観光の対岸が浅浦区。後ろの山はソウル北方の山、北関山幾度かの洞の統合を経て、現在は16の洞が存在する。現在の区長は牧博士章。2015年1月13日から中国の外交官婦人がソウル市浅浦区でタクシー運転手によってカトリック南寺島聖母病院の救急室に搬送させられた事件が発生した。 この事件に対して中国大使館は激怒。ソウル朝浦警察署は徹底的な真相調査と責任者の刑事処罰を要求された。妊娠3ヶ月の夫人は1月12日夜、タクシー運転手に現金で支払うことを拒否した後、運転手から激しく罵られ、タクシーから降りる途中に車を急発進させられた。中国の外交官夫人は、 韓国人が好きで夫と韓国に来たが、これほど、ひどい目に遭うとは思わなかったと話し、胎児への影響を心配した。夫人の母親は、娘は道路に倒れており、本当に怖かったと話している。大韓民国国家統計ポータル人口、世帯人口総調査人口部門総調査人口、全数部門人口、世帯と住宅有面度を2015年から2015年。 2016年9月11日、閲覧、中国外交官夫人、ソウルでタクシーから振り落とされる、中国大使館激怒、外交的な影響も懸念。朝鮮日報、オリジナルの2015年2月4日、時点におけるアーカイブ。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 2 0 4 1 0 4 9 4 7 h t t p w w w c h o s u n o n l i n e c o m s i t e d a t a h t m l d ィル2 0 1 5 0 2 0 4 二兆百五十億二千四十万千五百二十六 HTML2015 年2月19日閲覧。ありがとうございます。